天ジャンは朝鮮半島の伝統的な基本調味料。大豆を発酵させて作る発酵食品であり、日本の味噌に対応するため、日本では韓国味噌あるいは朝鮮味噌とも呼ばれる。天ジャンとは硬い皮脂を意味する。軒先に吊るされるメジュ大豆をすりつぶして固めたメジュ天ジャン作りは冬の初めから行われる。大豆を茹でて、 薄ですりつぶし、豆の形が残るくらい粗めのペースト状にする。これを一定の大きさに固めたものを、メジュといい、テンジャンのほか、カンジャン、コチュジャンなど、大豆発酵食品のもとになる。北学儀において、両藩出身の牧生家によると、テンジャンからはよく人間の爪や髪の毛、虫などが出てきたと記している。僕のような身分の高い感触の人の食事に出る。 天ジから、当時の李氏朝鮮の平均的な衛生状態を物語られている。素足で豆を踏みつぶす製法は、このような不衛生を招いていた。メジュは、オンドルパンのような、暖かい部屋に置いて、カビが生えるまで待ち、藁でくくって、冬の間部屋に吊り下げ、枯れ草菌による発酵が進むようにする。この間、枯れ草菌は、大豆のタンパク質と水分を消費して増殖し、 発酵が終わると、胞子や内製胞子を生じる。発酵が進んでいる間は、不快なアンモニア臭がすることもある。メジュは、発酵を促進するため、暖かく、湿気や換気の調整された場所に置く必要がある。メジュの大きさにもよるが、1ヶ月から3ヶ月後には、日光に当てて乾かし、大きな壺の中に、塩水と共に入れて、さらなる発酵を待つ。 この間、牛乳がヨーグルトに変わるように、様々な有益なバクテリアがメジュをビタミン豊富な形に変えていく。発酵が済むと、壺の中の液体の方はカンジャンになり、硬くて塩辛い塊の方はテンジャンとなる。日本の味噌とは異なり、テンジャンは大豆が完全にすりつぶされておらず、大豆の形の残ったものが多く混ざっている。 各家庭で作った天ン,ンは、大豆と塩水のみからできているが、工場で作る天ン,ンは、小麦粉や麹を混ぜて発酵させることも多い。また風味を増やすため、発酵させて乾かしすりつぶした片口和紙を混ぜる業者もある。天ンジャンチゲ天ン,ンの食べ方には、まず野菜に天ン,ンをつけて食べる方法がある。この場合、天ン,ンはソースあるいは薬味代わりに用いられる。 野菜につける場合、一般的には天ジャンに、ニンニク、ごま油、コチュジャンなどを混ぜて作ったサムジャンを使うことも多い。例えば白菜やサンチュでサムジャンを包んで食べたり、さらにご飯も一緒に包むこともある。サムギョプサルをサムジャンと共に野菜で包んで食べることも一般的である。天ジャンは鍋や汁物にも多く用いられる。例えば豆腐、唐辛子、 エホバク、ネギ、キノコ、肉、貝などとともに、チゲに入れて、テンジャンチゲにする場合がある。煮立てると風味を損なうとされる、日本の味噌と違い、テンジャンは激しく煮立たせて調理されることもあるが、煮立てれば煮立てるほど風味が増すとされる。ソウルの食品売り場に並ぶ各種ジャン。赤が、コチュジャン、茶色がテンジャン、緑が、サムジャンテンジャンは、フラボノイドの他ビタミン類。 ミネラル類を豊富に含み、植物ホルモンも含む。朝鮮の伝統的な料理は、天山ジャンの他は、米と野菜が中心であるが、天山ジャンは米などには欠けている必須アミノ酸の一種リシンが、豊富に含まれており、栄養バランスを取る上で欠かせない食材であった。天ジャンには53%のリノール酸と8%のリノレン酸が含まれているが、これらは、血管の成長に、 重要な役割を果たしており、天ジャンの摂取は血管に関係する病気の予防に繋がる。天ジャンチゲは、日本の味噌汁とは異なり沸騰した状態で、供されるが、天ジャンの栄養分は沸騰させても失われない。天ジャンや、寒ジャンが多く生産される、受賞群は長寿の里としても知られており、長寿の理由として、天ジャンが挙げられることもある。ありがとうございます。